素晴らしい。光は輝き続けます。1日に3回の超一流の X フレアが発生しました。それは何も珍しいことではないという人もいますが、何かがそれを言っています。プレアデス人やその他多くの信頼できる情報源はすべて2024年3月に大太陽フレアが発生することを指摘しています。人類のアセンションはもともと2012年に起こるはずだったが、アセンションの窓が開いた時、地球のアセンションスターポータルはアトランティスの崩壊の時からまだ機能していなかったということを覚えておいてください。さらに2012年には人間の DNA の共鳴レベルがまだ5次元へのアセンションには低すぎることが判明したため、ガーディアン種族はアセンションを可能にする緊急アセンションプロトコルを導入しました。それでもホスト種族はこれを機能させるには宇宙エネルギー、つまり低出力のガンマ光の増加が必要であると主張しています。インテルによれば、この偉大な太陽の閃光は瞬く間に全ての人類の DNA をアップグレードし、5次元への移行を可能にする宇宙的な推進力であるという。今日の残光である X6.4 はこの太陽周期の最大のフレアであり、この噴火からのエキゾチックな粒子の一部が現在地球に向かっているのです。空を見上げて何が起こるか見てみましょう。あなたが経験している可能性のあるアセンションの症状を教えてください。頑張ってください。